はいどうも、キンバです。今日はね、何を語るのかというとね、YouTube の、まあ、収益化について、ね、まあ、語ります。2018年のね、確か2月の20日からかな。うん、登録者1000人以上。で、年間再生時間4000時間、つまり24万分が、まあ、ノルマになりました。で、それでね、結構振り落とされた方もね、いたと思うんだけど、じゃどうやったらね、収益化できるのかっていうね、話をね、しようと思います。一応俺ね、土手編だからね、収益化できてるんだよ。うん。で、収益化するにはね、まあ、とりあえず動画をね、1000本作ればいいよ、1000本。1000本作って、で、その動画が、毎日、それぞれ、1回ずつ回れば1回ずつ。うん、1000本の動画が毎日1再生するね。で、1000本の動画が1再生して、で、なおかつ、その動画が全部1分以上再生されれば、1年後にはね、収益化できます。はい、これスーパー土底編戦法だけど、うん。ほんとスーパー土底編戦法だけど、これが確実だよね。うん。まあ、1000本も作れないよって言うんであれば、まあ、300本でもいいけど、その代わり1日にね、その300本の動画が1日にね、3回以上回らないとダメですよ。3回。うん。で、それぞれの動画が3分見てもらわないと。で、3分って結構きついよ。うん、俺の動画も今あれだもん。1分半だからね、平均再生時率が1分半。うん。だからやっぱね、1000本作って、それぞれの動画が、1分回るようにすれば、毎日1000分再生だからさ。うん。で、1ヶ月にさ、ちゃんとそれは平均、だいたい2万分ぐらいが、うん。1ヶ月に2万分。で、12ヶ月で24万分。つまり4000時間に、ね、なるってわけですね。はい。うん。それがね、めんどくさいようで、まあ、地道が近道じゃねえけど、まあ、手っ取り早いんじゃないかなって思います。うん。動画をね、3分見てもらうってきついぜ。これ年間通してさ、動画の再生維持率が1分半超えたことないもん、俺。うん、だから、一番いいのは本当に、あれだよ、本当、1000本作って、それぞれが1回ずつ再生されて、それぞれが1分以上見てもらえれば、1年後にはもう収益化できます。で、一番ね、まあ、厄介なのが、登録者だよね。時間はなんとかなるけど、登録者。1000人ってね、ま、結構ね、ハードル高いぜ。やっぱ俺第一世代じゃないから、第一世代っていうのはほら、柴田さんとかめぐみさんとかじゃん。あとヒカキンさんとか。うん。辺に影響を受けて始めた連中っていうのが第二世代なんだよ。俺らね。で、第二世代のね、時期はね、まだね、登録者ね、集めやすかったよね。うん。でもほんとね、第3、第4世代、まあ、つまり今ね、この今の時期っていうのはね、ほんとに登録してくれないぜ。ほんと、何なら登録してくれんのっていうぐらい、ほんとにね、登録してくれないぜ。結構いろんな人の動画を見てさ、自分もいけるかもと思うかもしんないけど、たまたま目についてるのが、たまたまうまくいった人のチャンネルなんだよ。実際自分でやればわかるけど、全然登録者増えないぜ。うん。俺の役者仲間とかもなんか YouTube 始めたはいいけど、100人いかないもんね、全然。ほんと16人とか15人とかそんなんだよ。役者やってんのにさ。うん。ほんとにね、厳しいよ、今。うん。だから今俺スバターチャンネル以外にもオナファをね、収益化したくてさ、頑張ってたんだけど、ちょっと諦めてるよね。それに関しては。今度はチャンネル上げたかったんだけど、ゆくゆくオナファだけでやりたかったんだけど、オナファってね、再生数いかないんだよ。もうちょっとね、編集とか来ればさ、違うのかもしんないけど、今の状況だと、生活環境だと、これ以上できないからさ、編集も凝って、作るプラモもさ、質を上げないと、まあ、厳しいだろうね。うん。
だからあれなんだよ、あの俺ホラー動画よくやるじゃないですか、ホラー動画。あれなんでかっていうとね、あんなあれはね、ほんと低評価ばっかりじゃん。でもね、いいんですよ、あれは。うん、あのあれ、オノハって、オノハはね、登録者はね、集まるんですよ。オノハのおかげで、まあ、月になんだかんだで、まあ、何、70人登録してくれて、まあ、その40人解除するから、まあ、1日1人、月に30人しか、まあ、集まんないんだけど、登録者は。それでも、それオノハの力が大きいんだよね、ほとんど。うん、あの、再生リストのさ、再生率もやっぱ 70% がオノハなんだよ。でも、あの、再生時間を稼いでくんないわけですよ。うん。で、じゃないで俺ね、一体収益化できてるのかというと、ホラー動画なんだよね。あの、インチキやらせホラー動画。うん。あれはね、あの、登録してくんない、逆にあれは。みんなあれ登録してくんないんだよ。あの、低評価をして、ふざけんなバカっつって、もうみんなやめちゃうんだけど、その代わり、誰も登録してくんない代わりに、あの、再生数で稼げるんだよ。あ、見てもらえばわかるけど、再生数やっぱほら、2万8000とか2万6000とかさ、2万7000とかさ、行かなくても5000回とかさ、1万回とか行くわけよ。あれは、ホラー動画は完全に、その、何、再生時間稼ぎにやってて、オナハは登録者稼ぎでやってて、要は、普通、さ、あの、一つのさ、シリーズでさ、登録者も再生数も稼げればいいんだけど、俺のチャンネルそうはいかなくてさ、うん。だから登録者集め用の動画のオナハと、再生時間稼ぎ用のホラーインチキ、インチキホラー動画で、俺のチャンネルは成り立ってるから、ややこしいんですよ、俺のチャンネルは。うん。この両方をやっていかないと、オノハだけだと再生時間が足んなくて、年間24万分 ?4000 時間。今俺のチャンネル36万分から40万分くらいいってんのよ。年間。だから全然再生時間は足りてるんだけど、お釣りが来るくらい足りてるんだけど、あのね、オノハとかやんないとね、そのおもちゃ関係やんないとさ、あの、登録者が、あの、マイナスになっちゃうんで、ね、オノハ始めてね、安定したんで、一時期その、ほんとね、再生数言ってんのに、その登録者がさ、あの、赤字になっちゃったんだよ。あの、マイナス1とかマイナス2になっちゃって、やべえなと思ってさ。いつね、あの、登録者2000人から収益化とかってなるかもしんねえから、登録者も一応地道に増やしながらやっていかないといけないからさ。うん。だからね、なんでオナハ一本に絞んないのって思うかもしんないけど、オナハは再生数が稼げない。でも登録者は稼げる。で、ホラー動画は、再生時間は稼げるが、登録者は稼げないと。まあ、そんなわけでね、これ2個はね、うまくやってる感じですね。